戦場のノリはダメだね。どうしても請求になって早めに唾つけたくなっちゃうから。兄さん、今下で大きな音が響いたんだけど、何か物を落としたりした？え？ああ、いや、ああ、ちょっとな。気分転換に逆立ちしてたんだ。多分それだろ。うん、間違いない。そう、お勉強の邪魔しちゃったかしら。兄さん、コーヒー飲む？頼む。助かった。なんだろうな、このとてつもない疲労感は。というより未熟だぞ秋月亮が。お前は性欲盛んな厨房か。あんな、そして今に続くこれから。強くならなきゃな。早く。
掃除？違うの。なんだかこの手に怪しい人がいて、もう30分近くも家の中を伺ってるみたいで。でもなんだか単なる不審者ってわけじゃなくて、そのどう言えばいいのかな。しかし、いざ来てみたはいいものの、どんな顔をして会えばいいと。くそ、今さら尻込みするとは情けないぞ。ね、兄さん、警察に電話した方がいいかしら。いや、大丈夫、俺が見てくるよ。いや、こんばんは、秋月くん。それで、お怪我の方はもうよろしいんですか？交通事故って聞いたものですから、もっと重いのかと。ええ、意外と大したこともなかったようで、打ちどころが良かったのかな。それも全てあの場に居合わせた秋月くんのおかげですよ。彼は本当に命の恩人です。兄さんたら赤くなっちゃって。いいことしたんだから照れることないのに。ひもんじさんもわざわざご丁寧にありがとうございます。お口に合うかどうかは分かりませんけど、せっかくですから召し上がっていってくださいね。あ、はい、ご相伴に預かります。
おかわり。あ、ついね、今まで一度もこんなうまいご飯を食べたことがなかったものですから。ひもんじさんって大げさなんですね。これぐらい普通の家の家庭料理ですよ。今まで一度も食べたことがないなんて。いや、そうですね。積もる話もあるでしょうから、ゆっくりしていってくださいね。ええ、ではお言葉に甘えて。しかしご飯がうまいな。うますぎる。おかわり、まだありますからね。適当に楽にしててください。ああ、すまない。何か敵の動きがありましたか？いや、今日来たのはそういうことではないんだ。というよりも、本格的な戦いが始まる前に整理をつけておかなきゃならない問題があったから。秋月君、僕はやはり君に謝らなきゃならない。ひもんじさん、そのことだったらもう、あなたが責任を感じる必要はないと、はっきり言ったはずです。いや、そうじゃない。君の覚悟のほどは僕も理解している。感銘を受けたよ。だから、これはそれとは別の話。僕は単純に、僕自身の不甲斐なさが許せないんだ。オートモードに、ポチッとね。君が文字通り命を削って僕に預けてくれた信頼、それに応えることができなかった僕自身がね。なぜあの時この身を捨てて君を逃がす程度のことさえできなかったんだろう。僕は結局命を惜しんで君を盾にしてしまったのではないかと。あれから何十回もそう考え始めると止まらない。初めて抱いた感情すらこの手には全うするための力がないと思えて、ただただ申し訳なくて自分の存在が許せない。なんか似た者同士ですね、俺たち。秋月君？俺もついさっき同じことを考えてましたよ。自分の不甲斐なさをね。大見得を切っておいて、ろくな時間稼ぎさえできなかった。結局、俺がやったことはといえば、そんな風に、ひもんじさんに余計な負い目を背負わせることだけだった。
ほら、俺だってあなたを散々そうやって苦しめているじゃないですか。お互い様ですよ。しかしそれは、それにもしもあの場で俺たちのどちらか片方だけが生き残っていたとしたら、それは今よりもっと出口のない苦しみになっていたはずです。相手に許しを求めることさえもう永遠に叶わない苦しみに。少なくとも俺はそうだし、ひもんじさんもきっと同じだと思う。俺たちはもう切っても切り離せない関係になったってことですよ。どちらがいい悪いじゃなくて。確かにそうかもしれないな。実は出てくる前に散々悩んでね、仲間たちにいろいろ相談したんだが、はあ、何あんた片思いに悩む女学生。あんな奴のことなんて放っておけばいいのよ、バカじゃないの。そうね、お土産に年下好みで後腐れなく付き合える女の子でも涼牙くんに紹介してあげるとかどう？例えば私とか。うん、ならば悩みの元になる記憶をもう一回リセットすればいいんじゃないかな。トンカチと電気ショックどっちがいい？くだらん。とまあ、いろいろとアドバイスをもらったんだが、やはり自分の気持ちには逆らえなくてね。その会話あったよ。今日は君に会えてよかった。俺もです。さて、理屈としては納得できたということで、あとは僕の感情の問題だけだ。だから頼みがある。僕を思い切り殴ってはくれないか。五章だ。それで完全に吹っ切れると思う。いや、そうする。ただし手加減を許さない。たく、本当に面倒くさい人ですね、あなたは。行きますよ。来い、全力だ。これは、に、兄さん、暴力はいけないわ。落ち着いて話し合って。待ってください、高根さん。これは僕と秋月くんの問題で、決して喧嘩というわけでは。その、これはですね、ちょっとした僕のけじめというか、ほのかな憧れの伝統行事といいますか、その、
な汗臭い伝統行事は認めません。男同士とことん話し合って解決してください。参ったな、妹さんにまずいところを見られてしまった。すみません、俺も頼みとはいえ本気で。どうすればいいか。意外と後先のことを考えずに突っ走りますね。まあ俺もですけど。今夜泊まってもらう？ひもんじさんは家も遠いし、今からじゃ夜も遅いしさ、俺の部屋ならいいだろ。私は別に構わないけど。僕たちのことならもう心配はないですからな。友達を止めるなんて小学生以来だな。それじゃあお父さんの布団を押し入れから出しておくわね。じゃあ電気消しますよ。うん。そうか、これが布団か。いいものだな、暖かい。これはよく眠れそうだ。僕にもきっとこうして布団で寝ていた頃があったんだろうな。しかし、記憶を失ったからこそこの新鮮な体験と喜びがあるわけで、結局物事の価値を決めるのは僕の主観だったわけなんだから、お呼ばれした夕食も先ほどのやりとりも、そして布団に包まれている今も、言ってしまえばささやかだ。取り立てて大きな幸福でも、まして不幸なわけでもないけれど、素晴らしいよこういうのは。その調子ですよ、ひもんじさん。なあ、秋月くん。前から思っていたんだが。何です？君はなぜ僕に敬語を使うんだ？歳の問題なら存在しないよ。そもそも僕はいくつであるのかもわからないんだ。マレーネたちと仲間になったのも君と同時だし。へりくだる要素なんて何一つないはずだが。外見は明らかに年長者という感じがしますし、もし理由がそれだけなら、敬語はやめて普通に喋ってはもらえないか。ひもんじさんは嫌ですか？そうだな、嫌というわけじゃないが、君に無理を強いているようで心苦しい気はする。俺は何も無理なんかしてませんよ。これが自然だからこう話しているだけです。そうか、なるほど。君の気持ちはわかった。ただな、その、なんというか、君は僕にとっては初めてできた友達だ。やはり形としてそれらしく呼び合いたいというのが正直な気持ちでね。変だろうか、
さっきのパンチもそうだけど、その知識だけはあるものだからさ、憧れるんだ、正直なところ。じゃあちょっと馴染まないけど、なるべく敬語にならないように話しますよ。すまない。それじゃあ今夜は寝ましょうか。おやすみなさい。うん、おやすみ。ちょっとそこの醤油を取ってくれないか、涼牙くん。はい、どうぞ、レイさん。って、まだ食べるの？朝から3杯目だよ。食べ過ぎかな。しかし、納豆がまだ残ってるんだから仕方ない。まったく不思議だ。たかが大豆の発酵物に醤油を垂らしただけの代物で、なぜ？やっぱり、レイさんも根っから日本人なんだな。仲直りしたっていうのは、どうやら本当みたいね。むしろ昨日より仲良くなってるんじゃない？喧嘩したのが逆に良かったのかしら。まあな、男同士ってのはそういうもんさ。女子としてはちょっと疎外感を感じてしまうわ。それじゃ、また。おはよう。今朝は寝不足？え？ああ、そんなことないんだけど。カレン、いるかい？いるわよ。涼牙くんのことはいつも見てるもん。特にこういう視界が開けた場所って絶好の狙撃ポイントだから、一応警戒はしとかないとね。さすが元軍属、やっぱり発想が違うもんだね。ま、ライフル弾での狙撃程度でどうこうできるとも思ってないだろうけどね。今の涼牙くんでも割と余裕で避けられると思うし。それに多分だけど、そういう絡め手でちまちま攻めてきたりはしないと思う。いざという時の切り替えは大事だけど、必要以上に緊張する必要もないよ。
それは経験上の勘？圧倒的な戦力差がある場合って、攻撃側が効率的に一番嫌がるのは、防御側がゲリラ化することなんだよね。ほら、毎日ニュースでやってるベトナム戦争がいい例じゃない。